味方がガチアサリ作ってる。わし、あれカバーしにか、あー落としちゃった。あれ拾う、僕が拾う、僕が消えないでアサリ。これで、脈々様で後ろに引かせる、後ろに引かせる、後ろに引かせながら持って、さあ行きます。はっ、完璧です。ありがとうございました。帰ります。ありがとうございます。うっ、倒せる。僕が残り7秒でさらにポイントを稼ぐ。この、いっと、どこに投げてんの。はい、こんにちは、こんばんは、コウタと申します。今日も京都亭というか、まあ、久しぶりな気がするんですけどね、パブロ使っていくわけなんでございますが、いやー、これガチアサリですか？ちょっと怖いんですけども、というのもね、なんでパブロの動画あんまり出さんかったんやっていう話なんですけども、まあ、他にもね、使いたい武器があるっていうのももちろんなんですけども、ちょっと、チャレンジ怖い、負けるのが怖いっていう気持ちがね、芽生えてしまったせいで、ちょっとね、まともにね、このバンカラマッチに勤しめんくなってたんですけども、いやいやいやと、逃げててもしゃないなと、向き合う時が来たかということでね、しっかりと戦っていこうかなと思ってます。今もね、声が震えて、手が震えて、めちゃくちゃなんですけども、ちょっと味方がガチアサリ作ってる。わし、あれカバーしにか、あー、落としちゃった。落としちゃったっていうか、こいつ倒す、絶対倒す。オッケーオッケー、また落ち着け。あれ絶対落とすよ、絶対落とすよ。任せて任せて。あれ拾う、僕が拾う、僕が消えないでアサリ。聞いてください、僕のファーストシングル、消えないでアサリ。消えな、もうやめとこう。こういうことを言うとすぐ視聴者離れるんでね、共感性周知ってやつ。やばいやばい、危ねえ、落ち着け。やべ、でかアサリ持っちゃった。でかアサリ持ったら敵に場所がバレるんですけども、大丈夫です。僕はね、この新速パブロで、一生逃げ惑う。うわ、声が震えて喋れません。落ち着け、バレてるバレてるバレてる。潜伏は意味ないぞ、バレてるんやからな。味方と一緒に、これだから分かった、分かりました皆さん、これがエスタイヤっていうムービングします。今から僕が見ててください。こうやって脈々様貯めて、で味方がワンピックツーピック持っていってる。これで脈々様で後ろに引かせる、後ろに引かせる、後ろに引かせながら持って、もったいない、くそ、ナイス。いや、嬉しすぎる。見ましたか皆さん、僕が今死んだことによって味方がガチアサリを、デカアサリを、デカアサリ、デカアサリ、ちょ、発音のね、この前ちょ指摘受けて、ガチアサリ草とか言われて、ガチホコ草みたいなこと言われて、なんでそんな草生やしてんのかなと思ってたんですけど、どうやらイントネーションがおかしいらしいですね。だってみんななんて発音してるんですかこれね。ガチでこれすごいっていう時さ、皆さんなんて言うんですか。ガチガチでしょ、アサリはアサリでしょ、ガチアサリやないですか。何が違うんですか。じゃあ教えてほしいなって思ってるんですけども、まあ文字で教えるのは、おい、通れると思うな、ここ関門なんで僕が。いや、やめてやめてやめて、まだまだまだ早い、まだ早い、まだ早いです。オッケー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 、ああ、完璧。ああ、ちょまだ早い、まだ早い。何が早いかわからないんですけども、大丈夫。こいつ、ああ、コップソナーとかいうカプリコにやられたんですけども、まあカプリコとか言ってたらちょっとね、それは違うやろっていう声もあるかもしれないんですけども、あれは皆さんなんて呼んでますか。ちなみにホップソナーのことは、ホップソナーの発音は正しいからわからへんねんけど、ちょ、落ち着いていこう。敵が、味方が今ガチアサリ何個か持ってて、ハンマーなんでハンマー、マジでハンマー、おい、調子のな、おい、俺の味方に触るな、俺の、今や、え、おい、よしよしよし、大幅リード取ってる。このまま守りに徹することなく、しっかりと、攻めもしつつって感じで勝っていきたいね。うん、ちょ、真剣にか、うん、普段はね、オープンなんで、ちょけたことも言えるんですけども、今ちょっとチャレンジなんでね、あんまちょけたこと言えないんで、ごめんなさいね。面白いトークを期待してくださってるファンの、そう、最近ね、話飛びすぎやろと思うかもしれないんですけど、ファンの方が増えまして、米津玄師のおかげでね、おい、なめんな、オッケー、完璧です、ありがとうございます。うん、そう、米津玄師のおかげでめちゃくちゃファンがね増えまして、まあ、チャンネル登録者、ウィーッ、ウィペオー、ウィペアウト、ウィペ、ちょっと待って、ウィペって呼んでんのに、普段なんて、なんでアウトのとこは普段呼ばないんでしょうか。ちょ、疑問視してしまったんで、今止まっちゃったんですけども、ごめんなさいね。うん、ちょ、今日思考が冷静かもしれん、普段と違って。これで冷静やったら、お前は一体何をしてるんだいって話かも。当たるぞ、それ。お前、調子乗んなよ。おい、逃げれると思うなよ。おるんよね、一定数。イカロールしたら逃げれると思ってるやつが。違うんですね。これがパブロの強さたるやん。ナイスナイスナイス。僕もこれ、いち早く駆けつけたい。オッケーオッケー、デカアサリ作って、このまま前に、おい、調子乗んな。オッケー、これ、こう、あ、味方が僕のガチアサリを、ちょ、意志を引き継いでくれてるんやけど、死んじゃったか。そうか。まあまあ、いいでしょう。うん、かなりプレッシャー与えれたと思う。このまま、ゴリ寄せればいける。うん。あと40秒耐えたらいいんやろ。大丈夫。僕がここで耐えるわ。みんな、待ってて。待っててはおかしいか。うん、みんなはもう攻めていいよ。僕が守るんで大丈夫です。僕が守って、君が攻める。ちょ、人が多い、人が多い、人が多い。やべ、注意を引きつけるだけで僕は仕事してる。そう思いたい。自己肯定感マックスでいきたいね。お、これ、待ってて。神プレイ見せるんで、見てて。これ待っててや。あー、何もないです。ごめんなさい。え、味方が強すぎるー。ちょっと待って、味方強すぎて、ちょっと、
気持ちよくなってるんだけど、完全これぶち当てたら死にます。あれ、あのね、このシールドに当てることに、あれ、なんでもいい、なんでもいいから買ってくれ、頼む、倒して、他力本願って言われても、おい逃げるな、おっ、うまいぞ、うまい、めちゃくちゃうまいぞ、大丈夫大丈夫、認めろ自分の強さを、大丈夫、ああ、でこどこ、おっ、強い、認めろ自分の強さ、いける、よー、おー、わしがこれぶち込んでカウントダウン、おえ、なんで遠すぎ人生、はい、よし、完璧、パーフェクトオブザイヤー2022。さて、激動の一戦を終えてね、ちょっと落ち着きました。うん。一勝取れたらやっぱりさ、心の安寧っていうのがもたらされるなっていうのを感じてるんですけども、この一戦もね、取って、まあさすがに2戦取れば、なんか3戦中に負けることってないかなと思うんでね、マイナスが怖いんですよ、もう本当に。負けたらどうしようっていうことばっかり考えてしまうんですけども、プラス思考に行きたいよね、何事もね。プラスの方が絶対いいもんね。プラスするとマイナンどっちが好きですかって言われたら僕はマイナンの方が好きって言っちゃうもんな、ダメやな。それじゃダメなんですよ。プラスル好きって言っていくわ、これからはね。うん。これから好きなポケモンは何ですか？プラスルって答えてきます。それできますんでよろしくお願いいたします。何の話？ちょっと待ってくれ。落ち着け。うん。何の話？ってなったらダメ。うん。もう、勢いで振り切るしかないと思ってて、こっそりさ、行かれへん。無理。許してくれませんか？無理ですかね？どうですか？行けますか？無理です。わかりますか？あれが S 体の動きとは思えないでしょう。僕もそう思います。うん。どうしてあんなことになったんかわかりません。プラス思考に行こうぜって言った瞬間に、行動がマイナスになってた、うん、そのパターンがあるよね、人間ってね、うん、思考だけがプラスであとはマイナスみたいな、そういうの当たるぜ、それバカタレが。あれ、なんで当たらないの、バグ、見てないこいつ、オッケー、ゴブゴブです、大丈夫です、いけてますこれ。あー、ちょっともう真剣に行くわ、ほんまに。もう何回も言ってるけど真剣に行かせて。うん、もうなんかさ、直近の動画で面白いと思ってくださった方、ほんと申し訳ない。普段あんなことないんですよ。普段はあんなことなくて、あんな、面白い動画普段作れないんですよ。普段はもうほんまにね、こうやって堅実にプレイして堅実に勝ちに行こうとするね、もう本当に頑張ってる青年なんです。本当にそうなんですよ。だからね、許してほしい。もうここで謝罪していく、面白い動画じゃなくてごめんって感じなんですけども、誰、おい、ここ僕の家、不法侵入、ナイスです。よく押さえて、待って、リッターがこちらを見てるんよって、やばいんで、ちょっと待って、デカアサリになっちゃった。やめて、見ないで。シャイボーイなんで、ちょっとどうすればいいこれ。あいつどう黙らせるか問題っていうのが多分今後一世紀の問題になってくるかなと思うんだけど、これ大丈夫、生きるわこれ。相手見えてない僕の動きをね。さあ行きます、はっ、完璧です、ありがとうございました、帰ります、ありがとうございます帰宅、おー、これが帰宅部のエースよ、完璧です皆さん。いやー、これ見せ場作ったんじゃない、よかった。もう何もおもろいことも言えてないし、見せ場もないし、お前どうすんのって思われてた、どうしようかなと思ってんけど、これ絶対持っていく。ナイス。後ろ。おーへへー。今年は何年？トラ年ですか？トラ年ですね。大丈夫です。覚えてます。オッケー。横おんのかい。落ち着くな。てっきり味方が倒してくれたかなと思っててんけど、味方が倒されててんね。うん。その辺ちゃんと気配っていきたい。うん。気配りができひんから持てないんでしょうね。変なこと思い出してしまいました。忘れましょう、こういうことは。大丈夫、いけるよ。うん、変なことを思い出しても忘れないでよ。オッケー、大丈夫、これ持っていくわ、大丈夫、でも骨は拾う、っていうか、貝は拾う。うん、うまく言わんでいい、そんなとこだけうまくなく。あかん、うわ、あいつ、デクノボーリッターでよかった、マジで。ちょ、ごめんな、誹謗中傷して。今、ちょ、すごい勢いがあるんやから、相手、あー、ごめんなさい。まともに喋れてない。落ち着いていこう。うん、勝ってんねんから。僕が入れた20点、絶対無駄にしないっていう気持ちと、お前落ち着けよ。落ち着けよ。落ち着くのは僕やな。うん、今日マジでどうしよう。滑舌も何もかもがうまく、うっ、倒せる完璧です。ありがとうございます。このままちょっと、貝集めて、貝拾い、潮干狩りってやつですね。僕、奈良県に住んでるって前話したと思うんですけども、海がないからね、潮干狩りの文化とかもないんですけど、これ当たるよ。ここに立ってた当たるよ。ね、僕に未来見えてるの、2秒先見えてるって前も言ってたのに、サマータイムレンダーのナグモのビュール、はぁ、エネルギーが切れました皆さん。うん、ちょっと喋りすぎてた。オッケー、いける、これ僕がデカアサリ作って、ガチアサリ作って、味方が倒してくれるのを待つ。待たないよ、大丈夫よ。あんなに完璧な流れ作ってたのにさ、サーターアンダギーにブチ56されるって相当よ、マジで。本当に落ち着いていこうな。オッケー、味方がここで倒してくれてて、ここに潮干狩りスポットがあって、で味方じゃない、敵がここに見えてるよ、大丈夫。ボムで一回牽制当たるぜ、それ。オッケー、ボムの化身と呼んでください皆さん。お、びっくりした、味方か、これ。おー、ボムの化身、味方のボムにビビるっていうね、そのパターン。これ、行くわ、これ。リッターは全部避け。あ、お、ナイス玉で、帰宅部のエースを見せていくと、ピューン、完璧です。
素晴らしい。皆さん、これが S 隊のパブロのムービングです。わかりますか？パブロしか今ね、バリアを壊してない。つまり、ガチアサリでパブロはティア1です。スクリュースロッシャー、米津玄師にも絶対負けません。あ、スクリュースロッシャーのことを米津玄師って呼んでるのは僕だけなんですけども、なぜ米津玄師かっていうのは、前回の動画をご覧くださいと宣伝も見事に挟みながらリッターをかいくぐって僕が残り7秒でさらにポイントを稼ぐこの一投どこに投げてんの。はい、よし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 、39カウントしか取れてないけど相手0カウントなんでね、もう実質ノックアウト、それはちょっと大きく出すぎかっていうのわけで、S 帯でもやっていけそうです。皆さんありがとうございました。